4式 15cm 自走砲4式 15cm 自走砲は、第二次世界大戦時の第日本帝国陸軍の対戦車自走砲。ホロ、ホロ車は、1944年、昭和19年7月に、陸軍技術本部にて開発が始まった。旧式となった 15cm 級重流弾砲に、機動性を持たせ、有効活用しようという権威があり。 同年8月には早くも試作車が完成。主砲である38式15センチメートル銃弾砲は、砲がごと97式中戦車地波、地波車の車体に搭載されていた。同時期各国の自走砲の例に漏れず、戦闘室の上部構造物は、オープントップ式で上面と背面の装甲はない。 本社に搭載された、照準機は直接照準射撃が可能なものであり、ベースには97式 5cm7、戦車砲用の照準メガネを用い、焦点鏡メモリを交換した。これは 3000m まで照準できる縦メモリと、左右各 100mm の方向メモリが刻まれたものである。また、間接射撃用として社長が使う照準メガネがあり、 これは38式 15cm 榴弾砲の既存装備品であった。方向社会、旋回角は左右3度、高低社会、行付角はマイナス10度プラス20度、御座長は 590mm であった。砲弾は戦闘室及び機関室上部の砲弾箱にそれぞれ搭載された。搭載弾数は車内16発と、 後部車体上の弾薬箱に12発の計28発である。開発当時、フィリピンをアメリカ軍との一大決戦場とする、非党決戦、フィリピン防衛戦を唱えていた日本軍は、ホロー直ちに4式15センチメートル自走砲として、正式化し、早急に戦力として、フィリピンに送ることを決定した。三菱重工業で生産が行われ、 終戦までに12から25両が生産されている。最初の実戦部隊の編成にあたっては、陸軍野戦砲兵学校から要員が選抜され、1944年12月8日に、ホロ三門を装備する第一次総砲中隊、中隊長、隅文雄中尉の編成が行われた。また、終戦直前に、陸軍は来たるべき、 本土決戦に向けて三式放戦車保にいい、保にいい車と保ロを機関とする10個独立、自走砲大隊の整備を構想した。実際に野戦砲兵学校での要員教育と自走砲の配備が開始されたが、整備が完了しないうちに配戦となった。保羅は各部隊合計で10両程度が配備された。第1自走砲中隊は、早急に、 フィリピンに送られることとなり、1944年12月22日、非85戦乱加入の輸送船、青葉山丸に乗って、ルソン島へ向け出発した。青葉山丸は12月30日に、ルソン島サンフェルナンドでの揚陸作業中に、アメリカ軍機による空襲を受け、被弾沈没。中隊は、ホロ一両と多くの装備品を失ってしまった。 なんとか揚陸できたホロニ両と中隊は、第14方面軍直轄の、第14方面軍カリヘン自走砲中隊、住みたいとして、再編成され、同時の独立戦車第8中隊、新砲同地破装備と共に、クラーク地区で飛行場防衛人に就いた。独立戦車第8中隊は、クラークフィールド飛行場を守備し、自走砲中隊は隣接する。 クラーク・マルコット飛行場を防衛するよう命令された。住中隊は途中空襲にあって、被害を出したが、1945年、昭和20年1月20日頃に、現地へ到着し、警備を開始した。自走砲中隊のホロ2両は飛行場に近い2の谷、1の谷から6の谷まであった2列を配置、ここを陣地として飛行場を守備した。断列は、空襲による損害を受けておらず、 弾薬は豊富であった。第2分隊と第3分隊からなる2両のホロは、連日陣地から飛行場へ出撃し、砲撃を行った。1月27日、M4 中戦車との対戦車戦闘が発生した。激しい砲爆撃の状況で、飛行場は爆炎と吹き上げる土砂に覆われ非常に視界が悪かった。このため自走砲は200メートルから300メートルという、 至近距離での括弧戦闘を余儀なくされた。二両のホロは砲撃の後に数分で陣地変換し、すぐさま砲撃に移るという機動戦闘を行った。弾手は榴弾である。この戦闘でアメリカ軍の攻撃を撃退したが、住中隊長が胸部を負傷、他5名が負傷して、中隊の戦力は低下した。1月29日午後2時、アメリカ軍は、 独立戦車第8中隊に対して攻撃発揮した。自走砲中隊は守備の援護射撃を命令されたが、戦場は砲爆撃により作装、さらに敵観測機が警戒している状況であった。ホロは爆炎の中で100メートルから200メートルほど頻繁に位置を変える機動戦闘を行った。砲炎を透かしての対戦車戦闘の結果、敵戦車7両の撃破が確認された。 これは、独立戦車第8中隊との共同戦火であった。同日午後6時ごろ、陣地への交代を決意した第2分隊のホロは、M4 中戦車3両と遭遇したが、ホロはエンジンを止めており、M4 中戦車は、その存在に気がついていなかった。乗員は、身体をどうするべきか決めかねていたが、やがて M4 中戦車は自走砲の方へと進み始め、 これを見た第二分隊のホロは2発を発砲。全速力で路上を突破した。暗闇に助けられ M4 中戦車から直撃は受けなかったものの、榴弾の破片により指揮官を畑少尉が戦死、安藤総長が重傷を負い、弾薬で二人と操縦手も負傷した。この日の戦闘でアメリカ軍はマルコット飛行場を占領した。中隊は3の谷と4の谷へ交代し、 戦闘を継続した。2月8日、マルコット飛行場から敵戦車ガニの谷を攻撃。迎撃のため、第2分隊のホロが出撃したが、谷間を移動するホロは、山上からの M20 機関銃による集中射撃を受け、乗員4名戦士。ホロは大破炎上した。残った第3分隊のホロは3月初旬頃、M4 中戦車との対戦車戦闘において撃破された。 舞台残余は、不評として終戦まで山岳地帯で戦った。アメリカ・バージニア州のナショナル・ミュージアム・オブ・ザ・マリンコに、フィリピン防衛戦で露獲された唯一現存するホロが展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。